ボーネラマは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのブラスバンド。通常、目立つ機械が、比較的少ないトロンボーンをあえて4本揃えて、全面に押し出した異色のスタイルをとる。展開するサウンドも、オールマンブラザーズのウィーピンポスト、レッドツェッペリンのザオーシャンなどのカバーで顕著なように、伝統的なブラスバンドのスタイルの常識を覆す、ものであり、彼らは、自らの音楽を、 ニューオーリンズブラスファンクロックと呼んでいる。ボーネラマは、ハリー・コニック・ジュニアのビッグバンドのメンバーであった、二人のトロンボーン奏者、マーク・マリンズとクレイグ・クラインを中心として、1998年に結成された。当初のメンバーは彼らに加え、もう二人のトロンボーン奏者、スティーブ・サター、ブライアン・オーニール、ニューオーリンズ・ナイト・クローラーズ・ブラスバンドでも活躍する、スーザ・フォンのマット・ペローン。 ギタリストのバート・コットン、ドラマーのチャド・ギルモアといった面々であった。2001年にデビュー作ライブ・アット・ザ・オールド・ポイントをリリース。これまでリリースした3枚のアルバムはいずれもライブアルバムである。2005年12月、ブライアン・オニールがニューオーリンズのソロギグ中に心臓発作により死去したものの、その後も活動は続けている。ありがとうございます。